吉原亜美のモテの法則。皆さんこんばんは。毎週土曜日21時は吉原亜美のモテの法則。変わりたい、綺麗になりたい、とにかく人生変えたいねん、そんなあなたが聞いて実践したらチャンスがやってくる番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。明日は七夕、7月7日が確か七夕だったような薄い記憶なんですが、最近ね、笹の葉みたいなんがなくなってきてるような気がするのは私だけでしょうか。まあ幼稚園とかのあれ何？育児書なんて言うんだろう、保育所とか、ああいうところはね、結構笹が争奪戦なんですって。で、早いうちからね、お花屋さんとか竹屋さんに予約をしておいて、そこから入れていただくらしいです。私の知り合いの幼稚園の先生が予約するのを忘れてて、どうしようどうしようってめっちゃ焦ってはった記憶があります。まあ、見つかってたらね、いいんですけどね。で、まあ今月ね、7月に関して、まあ何をお伝えしていこうかなと考えた結果ですね、ずっとコミュニケーションのことを喋ってやろうじゃないかと思うわけですよ。でね、これなんだかっていうとね、正直私はものすごくコミュニケーションに長けているというわけではないです。ただスキルとか、なんか知識技術とかっていう感じのコミュニケーションより、なんかって思うふんって思うコミュニケーションを取らないようにしようと意識をしているだけなんですね。で、まあ、そのお話をね、7月は4回ほどお伝えできたらいいなと思っているんですが、まあ、私のことなので途中で気が変わって違うのを喋るかもしれません。そこはそれでよしとしていただいて、とにかく7月は男女から愛され続ける人が取っているコミュニケーションとは何ぞやっていうところをね、お伝えしていこうかなというふうに思っております。で、なんか過去かな、過去とか私のブログとかで、1の時代のね男女とか、2の時代の男女とか、なんか特徴とかって言ったものをお伝えしてきていると思いますが、聞いてへん人もいるよね、きっとね。簡単に言うと、一の時代っていうのは1000年から1999年までのことを言います。で、二の時代は2000年から1999年までのことを言うんです。で、まあ、一の時代の特徴としてはね、どっちかっていうと、なんか一人勝ちとかワンマンとか、長いものに巻かれとくとか、なんか嫌でも我慢して努力して、それがまた美徳として扱われたりとか、で、あとやりたいことっていうのは本職のお仕事のついでにやっといてくださいみたいな感じの時代でした。あとね、肩書きとか、何かな、なんか自分にないものを補うために資格を取るとか、そんな感じの時代やったんです。そして、まあ、どっちかというと男性女性でいくと男性の方が優位の時代だったので、私の父親の父親ぐらいで、いくつなんだろう、70だから、まあ30足して現在100歳、100歳より もうちょっと上の方、要はもうね、お亡くなりになってるかもしれないですけど、まあ、100歳より上の方たちに関しては、多分女性より男性の方が強い時代に生きてはりました。まあ、
例えば玄関ね、ご主人が帰ってきたらその家の家長ですよね、が帰ってくると奥様が三つ指ついて待ってはるとか、お魚の頭かな、あれ頭って言われるところとか、まあ、あの身の美味しいところはお父さんと長男に行き、あんま美味しないところは女性に行くみたいな感じだったりとかね。まあなんか本当にあのそういう時代って本当にあったんです。で、多分このレジオを聞いてくださったりしている方たちの中にはもっと若い方もいらっしゃると思うので、テーブルちゃぶ台ガッチャンとかさ、なんかおかずが気に入らへんかったらお父さん怒らはって、なんかテーブルの上のものをバサーってしはるとか、そういうのってありえない感じだと思うんです。多分今のお父さんって優しいしね、あのお母さんがね作ってくれたご飯をなんか気に入らへんかったとして、まあ一言でも文句言うようもんなら、じゃあ食べなさんなと一言で片付けられたり、まあ一生懸命作ってくれたので、まあ文句も言わず普通に美味しく食べるっていうことをされる男性が増えてるので、昔の男性の感覚でいくと、まあ本当に今の男性とはだいぶ違う感じです。で、あの二の時代の方の男性ってなってくるとね、あ、まあ男女の感覚ですよね、ってなると共存とか協和、コラボレーションとか協力、楽しい、和合和平みたいな感じなんです。で、自分のやりたいことを仕事にしても構わないし、あのそうじゃないことをやりながら楽しいこともどんどん増やしてもいいしとか、とにかくね何でも OK で、いろんな方が前に出ていい世界に変わってきています。ほんまね、いつの頃からかちょっとわかんないんだけど、なんかそんな風になっていったし、男性もなんかあのイケイケのガツガツした男性よりも草食男子っていう言葉が流行りだしたぐらいから、ロールキャベツ男子みたいなのが流行って、絶食男子が流行り絶食男子はね、あの男女共にから結構好かれてんねんけど、彼女はいらんっていう人なんです。でもみんなに優しいから、女の子がね誤解するの、私のことを好きなんちゃうかと、私にだけ優しいしみたいなね、誤解をするんですけど、その男の子からするとみんなに優しいから誰かに特化して彼女が欲しいみたいなことはないというのが絶食男子っていうやつでした。まあでもどれにしても見た目とか雰囲気にしてもそうなんですけどね、イケイケのザ男性っていう感じから中性性みたいな男性が人気になりました。ただし芯はしっかりしておいてほしいので、あのね、韓国ドラマとかを見てた人はそのまんまやと思うんです。あんだけあれが流行っ、まあ今でも流行ってるんだけど、流行ってる理由ってね、見た感じ柔らかい素材の男性なんですよね。でももしかしたら口紅つけた女の子になるんちゃうかいうぐらい可愛い男性もいらっしゃるんです。ただ芯がねすごい男性らしく、ただその芯は昔のイケイケタイプの男性ではなく、女の人を立てた、でも最終的には男性としてここは頑張っときたいなっていうところを譲らない芯みたいな、そんな感じ。まあだから本当にその韓国ドラマ見てると、韓国ドラマに出てくる男性がこれからの二の時代とか令和の時代に流行る、言うとおかしいけどね、モテる人たちっていう感じなんです。なんであの日本の男性諸君でモテへんって思ってる方はぜひ韓国俳優さんとかを目指してみてください。あのドラマ見てね勉強したらええと思うわ。本当にその芯はしっかりしてはるし、男性として頼れるところもあるんだけれども、女性陣をすごく大事にされたり、自分の好きな人とかはあの死ぬほど大事にしはるっていう、そんな感じなんです。はい、まあそれをねちょっと傍らに置きながら
今日はですね、だいぶ前、4月ぐらいになったかな、に、誰かの講演会に行った時に、なんか言ってはったやつがあってね、それをね、ちょっとお伝えしておきたいなと思ったんです。で、私のね、アメブロの4月の27だわ、のブログを見ていただくと、まあ大体のことは書いてあるんですけれども、女は三歩下がって歩けっていう言葉って聞いたことありますかね？私は三歩下がって歩けっていう言葉を本当によく聞いてたんです。で、それはね、何のことを言うてんねやっていうとこなんですけど、なんか聞いた感じ、ちょっと男性が優位というか、なんか女性を、下に見ているというか、なんかそんな感じのところがあるかもしれないんですが、これのね、ほんまの意味がね、ちょっと待って、今カンペを探して、カンペ探してどこにいた？あった。4は、江戸時代に武士って街中にいたじゃないですか。でね、武士が刀をね、街中で振り回すのは、一応御法度ってされていたらしいんです。まあ、その、戦う時とかは別ですけどね。ただ、江戸時代っていうのは、一応御法度ってされてて、何でもかんでも剣を振り回すな、という時代だったんですね。で、ただ、家族と外出時にね、やっぱり、盗賊とか、辻斬りっていうやつで、夜中に歩いてて襲われるやつですね。まあ、今でいう暴漢みたいなんが、やっぱ昔もいててね。で、そういうのにあった時に、大事な家族を守るためには、刀を抜かざるを得ないっていう状況になるんです。で、まあ今はさ、その刀とか持ってないので、まあどうすんやろね、そんな、逃げる？とにかくダッシュで逃げるっていうのがね、私はまあ正解かなと思ってるんですけど、まあその江戸時代の方はね、そういうことをしなかったね。で、まあその刀を抜いて、暴漢とか、その、盗賊っていうものから、家族を守ろうと、お父さんが頑張るわけです。で、まあ、刀を振り回してね、時間を稼ぐんですよ。わざと別に、刺したいわけではないので、まあ、できたら刺さない方がいいじゃない？だけど、その刀を振り回して、時間稼ぎをしている間に、家族が逃げれるように、奥さんと子供たちが逃げれるように自分は死んでもいいから家族を愛する人を守りたいっていう一心で刀を抜いて振り回すっていう感じなんです。で、その時に刀抜いたはいいけど愛する奥さんが真横にいててね、抜いた瞬間その刃先が嫁に当たった言うたら最悪でしょ。で、その刃先が、要は刀先がね、愛する人を傷つけないようにするためにどうしたらいいかっていうと、刀の長さが2尺半やったんです。っていうことは、まあ3尺ぐらい離れていれば、自分が刀を抜いた時に奥さんなり子供なりに刃先が当たらない距離らしいんです。これが女は三歩下がって歩けの本来の言葉で、なんかその三歩じゃなくて、女は三尺後ろを歩けっていうとこらしいんです、最初は。三尺後ろを歩いてくれてたらお父さんが家族を守りますよという言葉やったんですね。私これ聞いた時に、ほな後ろから襲われたらどうすんやろとか、そんな三尺分も後ろにおったら奥さんの後ろから来たら守られへんやんっていう突っ込みどころがねあったんですけどね。まあでもね、そういう、なんだろう、本当にその家族とか愛する人を守りたいっていう男性で、女性をどんどんこう応援していきたいっていうような男性が、これからの時代はすごくモテていきますよというような感じになっていきます。で、後半はですね、じゃあその自分、まあ私女の人なんでね、女の人を立てはる人とか、応援してくれる男性とか、自分のこれからやりたいことに一緒にやっていっていいんかなこの人とかっていうのがね、分かりにくいと思うので、それを見分ける見分け方っていうのを後半お伝えしようかなと思いますので、またお付き合いください。
Dream 夢の種。はい、後半はですね、まあ、その要は自分、まあ、女性陣を大事にしてくれはって、かつ力を貸してくれるとかね、女の人を立てて女の人のやりたいことを協力してくれるっていうような方をどうやって見抜けばいいんだというとこなんですけど、答えはね一つなんです。直感だけ。要は直感で、うん、わかる？うんって思ったらアウトで、直感でおって思ったら OK っていう感じなんです。まあ、もうちょっと紐解くとね、まあ、外見っていうのは基本的にバーバルコミュニケーションとノンバーバルコミュニケーションというものに分かれますよと言われてます。でバーバルは、まあ、お話ししている内容とか言葉って言ったものになるので、これが 7% で、ノンバーバルコミュニケーションは見た目の話なんです。外見とか視覚聴覚の話であって、これが 93%と言われてるので、結局見た目9割っていうのはほんまなんですよね。人は見た目じゃないとかって言うけど、見た目やから第一印象は。で、見た目じゃないっていうのはセカンドコミュニケーションからの話になっていくので、見た目どんなに好印象でも性格最悪とかいう人ももちろんいてるし、で、見た目が最悪で中身性格いいっていう人に私は当たったことがありません。やっぱり中身は外見に出ると私は思っているので、やっぱりね、生活ちゃんとしてはる人は身綺麗にされてるし、性格が優しいとか誠実っていうと顔に現れてるし、この人いけずなんやろなと思ったら眉間のとこに縦じわ一本入ってはるとかこの縦じわ気をつけなあかん、知ってた？あのね、眉間の真ん中に縦じわ一本入ってはる人はもうね、加害者になるぐらいひどい土器を含む人です。これ男女いてます。で、2本ビシッと入ってる人は目が悪い人というよりね、ビシッて入ってたら、まあ、しょっちゅう怒ってはる人やね。で、眉山ぐらいからおでこにかけて斜めに生え際に向けてシワが入ってはる人は、まあ、閻魔様の眉毛みたいな感じの人がほんまにいてはんってびっくりした。これはね、絶対近づいたあかんっていう害です。でもし自分の鏡見てやで、わあ、エマさんみたいにシワ入ってるわって思ったら反省してください。あなたは人生ずっと怒ってきはったんです。で、人に対して文句とか不平不満しか言わなかったのは身に覚えがあるはずなの。なのでそこはね、だから悪いじゃなくって、反省してもらって明日から優しい人に変わってください。そしておシワのところは指でほぐしていってシワを消していきましょう。もしくはセロテープ貼っといてください。なんとかなっていくので、はい。で、まあ、そのね、外見に戻ってくるとね、外見っていうところで第一印象ね、初めましてってした瞬間に、うんってなんかがおかしい、なんかが違和感あるとか、なんかちょっとあれみたいな感じで思う時にね、2番目に出てくる考え方が、〇〇さんの紹介やしとか、〇〇さんの彼氏さん彼女だからまあ大丈夫やろうとか、〇〇の会に所属してるからきっと大丈夫だろうみたいな感じで、なんかいいとこ探しをしたりとか、相手さんをよく見ようとする感じの人が、私もね、そういう経験があります。1回目はうーんって思ったにもかかわらず、まあ、知り合いの方の知り合いだったのできっと大丈夫だろうっていうので一生懸命いいとこ探しをしたの。でも結局3回目4回目5回目って会っていったら、なんかね、あ、やっぱりなっていうことが積み重なっていって、最後あ、やっぱりなっていう私の直感は正しかったなっていうところに落ち着くことが多々あります。
だいたい人の本性って5回目ぐらいから出てくると言われているので、まあ1回目うーんって思って 2,3,4 ぐらいはいいとこ探しして、いややっぱいいとこもあったわとか、優しいしとか、ご飯おごってくれはるしとか、いろいろなんかあったとしても、まあ5回目過ぎてくるとだんだんその人の本性っていうのが出てきて、言葉の端々とか表現表情選びはる言葉とかに、1の時代のワンマンとか、頑固傲慢横柄とかっていう言葉がちらほら出てきたりするね。で結果、あ、最初の直感信じとったらよかったわっていうような結果になっていってしまうっていうことがあります。でね、なんやろな、いいとこ探しするのも全然いいねんけど、やっぱりね、私たちの魂っていうのは生まれる前から先人の知恵っていうのをたくさん持って、誰よりも自分にとっての最善の策みたいなものを知ってるんですよね。でその最善策を知ってる魂やのに、なんか雑意識で惑わされていくみたいな感じ。これわかるかな？わかる？この表現。例えば、まあ、ミニオンはちょっとちゃうねんけどね。まあ、ミニオンで例えるとするやん。第一印象で、ミニオンが、に対して私が、うーんって思ったとするでしょ？だけど、最初のデートで焼肉をおごってくれはったし、とかね。優しかったし、とか、よう喋ってくれはったし、っていうとこでいいとこ探しをどんどんしていく。で、3回目、4回目、5回目って会っていく中で、脳も私に上から物を言うとか、お店の人に、ああ、これやっといて、とか、あれ置いてんの、とかいう、なんかちょっと偉そうな喋り方をするとか、あと、人に対して、なんか、すごい不平不満を、ぼそっと言うはったりとか、っていうのがちょろちょろ出てくる。でも、私の中では、いやー、一回目焼肉おごってくれたし、ご飯行ったらご飯おごってくれはるし、なんかプレゼントもくれるし、きっと言いたいわって思って、なんか見ないふりをしてるって感じ。で、もうほんまその彼の本性が出始める頃には、私もちょいちょい言葉で傷ついてたりとか、言われたくないようなことを言われて、ショック受けてたり、だけどやっぱりね、雑意識がね、邪魔すんねん。いや、やっぱり、京都の焼肉美味しかったし。なんかそういうのが邪魔して、自分の直感では、アウトやってしてたのに、焼肉に餌付けされ。まあ、優しい風に見え。あとはなんか仕事のアイデアをくれるとかね。なんかそういう、惑わされるような事件が起こり、結局きっといい人だろうっていう感じで、まあ、人には悪いとこもええとこもあるしとかで、ごまかしてごまかしてごまかしてきて、最後何かが起こった時には、ああやっぱりなんでミニオンにしたんやろうとかね、いう風な感じ、この流れが起こるっていう。でもこれね、ほんまにみんなあると思うんです。なんか初対面微妙やったのに、いやなんか2回目3回目会っていったら実はいい人やったんですっていう人に限って、何回か会ってるうちに、あの人ちょっとなんか最近微妙なんですよねみたいな言うはるんですよ。ね、人ってそんなもんなんです。まあ、最初はほんまに1回目2回目あたりぐらいまではぶりっこしてます、人ってね。やっぱりよく見せたいって思うから、優しい人も演じるし、まあ、あんま喋れへんのにめっちゃ喋ってみたりとかしてたりします。でもそこへね、騙されたあかんということで、惑わされるようなことをの情報、例えばめっちゃ稼いではるとか、会社の社長さんですっていうだけでなんかやたら信用が生まれたりとか、じゃあ社長ちゃん社長かって、まあしょうもないのもおんで、でも社長じゃないからといって、ものすごい、できてるな、この人は。悟ってはるなっていう人に、たくさん会うしね。社長やからどうこうじゃないんです。で、そういうなんか、
自分の直感を惑わすような条件とかに惑わされないって感じ。多分ね、夢の種放送局のパーソナリティさんたち、今何人ぐらいはんねやろね、大量にはると思うね。全国やしね、沖縄と岡山と広島と大阪でしょ、名古屋、東京、北海道とかもあんの？ないの？あとどっかあるの？海外とかまだか。OK。まあ、多分海外も行けはるわ。でもね、まあ、そういうこう一つのスタジオにね、多分ほんまに100名ぐらい?200名ぐらい、なんかいはんねん。山盛りはる人たちがなぜ夢の種でパーソナリティをしようと思ったか。多分ほとんどの方が、あの岡田さんっていう人とね、佐藤さんっていう代表2人がいるんですけど、その説明会みたいなのがあるんですよ、交流会とかで。多分そこで彼らを見てわーって思って、大概それか、あのパーソナリティさんのが番組に出てわーって思って、だから飛び込んじゃったみたいな。多分ね、いや9割10割そんな感じだと思いますよ、理由って。でそこへうんって思ったにもかかわらず、なんか岡田さんたちの説明会を聞いてて、そうか、メディアって使えるんや、ブランディングになるんや、ほんな仕事成功する一つになるやんとか、なんかそういうのを雑な意識とかをめっちゃ描いた人は続いてへんもん、番組。いや、あのね、正直私の番組かって誰が聞いてくれてんのか知らんよ。まあ、視聴者違反論かなとか、たまに聞いてくれる永谷さんとね、よく聞いてくれるリエちゃん、これも二人は知ってんの。あと誰か聞いた、あとジュンさん、岡山のジュンさんも、たまに聞いてくれはるから、多分三人ぐらい。で、私とミニオンが聞くから5人でしょぐらいの感じかもしれへんねん。分からへんけど、やっぱりなんかね、うんって思ったのにもかかわらず、いや、これやっといたら有名になるかもとか、誰々さんの紹介やからええかもみたいに、なんかこそっと汚い考え方みたいなのを持ってる人たちは、ほんまね、番組続かへんし、なんやろな、なんかやめていってはるわ。だけど、もう単純に説明会来て、うわーって思った人。いや、喋りたいとか、いや、岡田さんめっちゃええわとか、いや、夢種の交流会超楽しいとか、なんか交流会に来たいがためにパーソナリティになったみたいなさ、そういう人たちはずっと続いてはん。そんな感じなんです。で、本当にね、あなたの直感っていうものを 100% 信用していいと思う。ね、私の直感信用できないんですって言う人に限って自分の直感しか信用してなかったりするもんなんです。だからね、まずはちょっとこれからの時代はね、自分の直感を信じるために自分自身と真っ白に向き合って自分の声を正しく聞いてみるっていうことをしてみてください。で、まあ、そのね、正しく聞くとか雑に聞かないとかっていうところは、7月の14日に開運モテコミュニケーションの上級編で大阪の天満橋の方でやろうかなと思ってますので、 Facebook から残席1名に飛び込んだ人はおめでとうを言います。お待ちしております。はい、じゃあまた今日はね、こんな感じで終わっていきます。来週も聞いてくださいね。